今日の僕は一味違いますよ。あ、そうですか。どれぐらい、一味ってどんな感じ。竹や味噌ぐらい。限界です。もう限界ですか。常にここは全集中、呼吸の乱れが苦しみを生む。あ、ランドが見えた。すぐ下にランドが見えた。そういうことですよね、安西先生。そういうことですよね、PL。 今すぐにだ。やれ、やるんだ、黒い、頼む。校長ムービー。こんにちは、校長ムービーをご覧の皆さん、校長でございます。こちらは東海地区で有名な峠、 N 峠のスタート地点にやってきております。スタート地点の目印の鳥居でございます。純パパさんとまたもバトルをしたいと思います。純パパさん。あ、はいはい。純パパさんです。お久しぶりです。お久しぶりです。お願いします。今日もまたよろしくお願いします。はい。さあ、この N 峠またもタイム差ハンデをしたいと思うんですけども、今日は8分です。8分で、はい、了解です。お願いしたいと思います。はい、お願いします。なんだなんだこのタイムだった。じゃあタイムリミットが近づいたということで、ランドさん、はい、ランドさんはタイム差どれぐらいでいきましょう。はい、6分いきますか。はい、5分でいきますか。ランドさん6分でいきたいと思います。はい、それではスタートしていきたいと思います。今日は絶対に抜かされないように頑張ります。なんせ秘密兵器が搭載されてますから。あ、はい、頑張ります。お願いします。はい、それじゃあ行きます。はい、ランドさんいいですか。僕行きますね。はい、それじゃあ行きます。はい、それじゃあ僕は8分ハンデをもらってスタートしていきます。はい、二ノ瀬峠スタートしました。最初のスタートダッシュが大事ですからね。さあ、今日はチェストマウントで行きますよ。よし。さあ、ちょっと前にね、僕の心の友パーツボーイが先にスタートしてますけども、さあ二ノ瀬峠久しぶり、1年ぶりのスタートです。さあ、純パパさんとはタイム差ハンデ8分のハンデをいただいて、僕が先に二ノ瀬峠スタートしております。さあ、この8分を守りきって先に二ノ瀬峠ゴール、今回こそはゴールをしていきたいと思います。あの宿敵ランドとも勝利し、この二ノ瀬峠制覇していきたいと思います。さあ、僕にとって令和最後のチャレンジ、ヒルクライム登っていくぜ。そのために今日は秘密兵器のこのマイバイク、デローザキング君のとあるパーツを変えています。秘密兵器搭載しています。いよいよ機材に頼っていくという感じではあるんですが、致し方がない。勝つためにはどんな手を尽くしてでも俺は勝つ。パーツボーイもね、この日のために自転車通勤を始めたみたいだけども、なんか速くなってるな。さあ、もうみんなに落として、こっからね、どんどんと傾斜も上がっていき、きつくなっていく。僕は今パーツボーイ捕らえました。私の体力も限界です。もう限界ですか。え、まだ坂まで行ってないでしょ。あ、けどそろそろ行ってるのか。もうゲート通った。ゲート、え、ゲートってどこ。なんかね、ゲートみたいのがあるんですよ。アニマルランドさん、どうぞ。はい、僕時間になりました。スタートします。はい、ではスタートします。あ、ランドさんスタート。はい、はい、行ってきます。はい、ランドさんスタートしたそうです。はい、今私ですね、ランドさんどうぞ。はい、どうぞ。パーツボーイ、はい、パーツボーイ捕らえました。あ、はい、今抜かしました、どうぞ。おお、すごいじゃないですか。今日の僕は一味違いますよ。あ、そうですか。どれぐらい、一味ってどんな感じ。
一味も二味もピリッと辛いですよ。ピリッと辛いんだ。今回僕は自分のマイバイク、パワーアップしています。それは何だか分かりますか？何をやったんですか？あれ分かりますか？ランドさん教えてほしいですか？大丈夫かな？教えてほしいですか？僕のちょっと音切れましたね。どうやら音声が切れたみたいです、はい、ね、ほとんど聞き取れないです。ランドさんどうぞ。ダメですね、切れました。こういった峠道で通信をするというのは非常に難しいです。あ、でも結構食らいついてるな。パーツボーイ全集中、山の呼吸、凡人の森。なんとサイクルコンピューターの電源が落ちてしまいました。充電したはずなのにバッテリーがなくなって切れてしまいました。この役立たず。ちくちゃー、思い出した。このちょっとしたトンネルの入った区間、まだまだ序盤とこの辺りから続く 7% と 8% の平均勾配、常にここは全集中、呼吸の乱れが苦しみを生む。呼吸を整え、そして一定のケイデンスで乗り越えたい。今日俺のバイクには新しいアイテム、楕円リングがついている。このアイテムを頼って少しでも早く登ろうという作戦である。ということでしょう。軽々と抜かされてしまいました。油断できない心の友、パーツボーイがぴったりと張り付いてきた。早いな、心折れるな。ガチ勢に抜かれました。ケイデンスアップ、それができていればこんなスピードでは走っていない。そういうことですよね、安西先生。そういうことですよね、PL。やってやろうじゃないの。俺は重力に負けない。負けないってばよ。まだまだ足りないのである。圧倒的に力が、足が、心臓が圧倒的に足りないのである。傾斜が緩くなった。ギアを少し重くして速度を上げる。少しでも早くゴールへたどり着く。山上淳パパさん、そしてランドさんにも抜かれることがなく、俺はゴールを、このジャージをゴールへと運んでやる。まだ見えない、下を見てもまだ山が見えない。これはいける。あ、ランドが見えた。すぐ下にランドが見えた。俺は今回こそは、嘘でしょ、知らなかった。いつの間にか、俺は今回こそは、嘘でしょ、知らなかった。いつの間にか、いつの間にか純パパさんが、嘘でしょ、全く気づかなかった。俺は力を抜いた覚えはない。誰もいなかったはず。どうして後ろにいた、後ろに張り付かれていた、わからない。仕方がない、せめてあの男ランドだけでも打ち砕く。こんにちは。ペダルを踏む、上げる、踏む、この繰り返し。マジですか、あの方も速い。絶景が見えてきた。ここまで登ってきた。俺は最後の最後まで諦めない、諦めない男だ。あのアニマルランドは来ていない。黒い俺が
アニマルランドのデータを送ってくれ。俺の端末に送ってくれ。今すぐにだ。今すぐにだ。やれ。やるんだ。クロエ、頼む。内通者がいるかもしれない。この情報を奴に知らせてはいけない。俺はやる。今回こそは。まだか。まだなのか、ゴールは。頼む。あの男にだけは勝ちたい。ランドには勝ちたい。だから俺は楕円にもした。パーツに魂を売った。だから今回こそは勝ちたい。お願いだ、黒い。正面に見えるあの坂、まだですか。来たか、アニマル。ランド、来たのか。来てる。終盤きつい、この二ノ瀬峠。うわ、来た。ランドが来た。神様お願い、今回だけは勝たせて。ランドさん、ちょっとストップ。ランドさん、ちょっとストップしてください。ちょっと、くっそー。ランドさん、ちょっとストップしてよ。行ってしまわれた。またもうあの男に乗せなか、見るはずになるのか。くそー。やはり凡人は凡人のママなのか。まだ諦めない。去年のタイムを俺は上回りたい。去年のタイム36分。もうあんな先にいる。え、まだか。まだここか。あ、ジュンパパさんですか。またも幻に見えた。ジュンパパさんの登場でなんか力が湧いてきた。俺頑張る。もう間もなくですか。よし、最後だ、ラストスパート。あー、どうですか、見えた、ゴールだ。あー、俺は負けない。あー、やったー。ジュンパパさん気づかなかったっす。まさかそんなに早くに後ろにいるとは。ちょうどあの折り返しで下が見えるんですよ。そこでランドさんは見えたんですけど、ジュンパパさんいなかったんで、よし、まだいけると思ったんですよね。あ、さすがです。お疲れ様でした。またもうやってきました。三綿山頂公園、養老山頂登山道。なんとか去年のタイムよりは少し早くなったんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。ちょっと足がプルプルしてます。看板まで。はい、お疲れ。はい、はい、ということで二ノ瀬峠のゴール地点やってきました。あちらの有名な看板が目印となっております。今日どうですか、僕的にはランドさん結構あの 高得点だと思うんですけど、アニマルランドさんに抜かれないように頑張ってたんですけど、もう最後の最後に抜かれちゃいましたけどもね。はい、まあ、ジュンパパさんはね、あっさりと抜かれました。さすがです。お見せしました。いや、でも本当に最後にね、一緒に走ることができて楽しかったです。ありがとうございます。いや、すごい、まあ、ジュンパパさんも今日はすごいタイムが出たんじゃないでしょうか。はい、ということです。あの最後にスペシャルゲストのひらりちゃんもよかったら、はい、どうぞ。はい、今日ひらりちゃんはあれですか、登ってないですよね。登った。あ、1回は登ったか。1回目、1回は登ったね、反対からね。そう、今日はね、あのこう登ってこう登ってまた登ったっていうね、3回登ったんです、ね、お疲れ様でした。じゃあ、まあ、ゆっくり休みましょう。またあの、はい、来年もですね、ぜひジュンパパさん一緒に、ね、あの対決してください。対決、はい、それまで僕は、それはまだ結構プレッシャーなんですよね。もう自分でそのハードル上げていかないと、やっぱり重たい言葉が。はい、ということで、まあ、来年もまたよろしくお願いします。はい、今日の動画は以上でございます。お疲れ様でございました。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。ワイパカー。